疲れ様でございます。今日は木曜日、あと明日金曜日、一日でまた土日がやってきます。あと一日頑張るためにも今日も疲れを取りたいと思います。はい、今日はうちの料理番長がちょっといないです。なので朝作っていってくれたもので晩酌したいと思います。はい、今日はオールドパーパーシルバー、もうあの飲んでくれーオーラをオールドパーシルバーちゃんが出してたので飲みます。ハイボールです。おっと、あぶね、ガラスに行きよった。うわ、ぶね、ガラス叩きよった。ああ、え、大丈夫大丈夫。よし、さてシルバーちゃん飲んでいきましょう。ゴールドも飲んだんですけど、どうだったかな、もう味忘れちゃいましたね。皆さん全部味覚えてらっしゃいますか。よし、あーで、いい匂いだ。あー、スモーキー、病院の匂い。確かあの12年はこのもっとこう匂いが滑らかだったような気がしますね。よし、炭酸を注ぐ瞬間もこの辺りがよだれがダーッと出ますね。よだれ。あ、今日はなんか美味しくできたっぽい。はい、では飲んでいこうと思います。今日も皆様お疲れ様でした。乾杯。おお、わあ、煙、すごい。いやー、昔は飲めなかったですけどね、この煙たさ。今なんかいけるな、だいぶ慣れてきたな。おお、煙。はい、で今日のつまみはハムレタス巻きでさっぱりといこうと思います。2、やっぱりマヨネーズですよね。これを抜いてこの中にジュ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 多めので、もう一回巻く。もう手で食べる。いただきます。ハム、レタス、マヨネーズ、完璧。これ以上のハムの美味しい食べ方が見つかりません。うまい。はい、で、700人達成おとといしたんですけど、皆さんコメント本当にありがとうございました。本当に嬉しいコメントいっぱいで、でコメントも徐々に増えてきまして、ひょっとしたら
極力頑張って見て返信はしてるんですけど、ひょっとしたら見逃してるものがたまにあると思います。まあその時はお目に見てあげてください。もう増えてもできるだけ読むのも楽しいんで、できるだけ返信しようと思ってますので、皆さんよろしくお願いいたします。はい、最後に飲んで、食べて、飲んで、ああ、お疲れが取れました。